でも増やしたとしても配信できるのは10時ぐらいまでかな。だから13時半から10時とか。18時半と21時半、18時半はねちょっと無理だな、多分間に合わない気がする。18時半、え、私な何時までできないんだっけ。ちょっと待って待って、分かんなくなった今。18時半はあれだ、微妙なんだ。帰ってこようかが。で何時からができるんだっけ。8時は確実にできるな。ああ何時までだったっけな。19時とかなら間に合うか。18時半は多分ね間に合わないと思う。19時半なら確かいける。19時ぐらいならいけるけど。だから19時台にもう一枠増やすか。13時半から。でもこの間あんまりいないかな人が。朝お昼の方が見やすいかな。朝だったら1時間空けた方がいい。2時間空けた方がいい。10時台とか10時台、9時台、ここに入れるんだったらどっちがいいんだろう。どっちがいいと思う。ここの間でここ2つできないから、こっちに15分足すとして、あと30分とかの奥に入れたいので、だから10時台に1枠入れるか、13時半から14時にするか。11時と18時、このここはできない。この2つが。でもこの15分はこっちに出すとして、21時半から10時にして、あと30分が。どっちがいいかな。9時だけど人が来やすいな。そう、そこなんだよね。そこどっちがいいんだろう。9時か10時ぐらいに一枠入れるか、ギリ2時までできるから、明日はあのお昼は13時半から2時まで10時までするか。どっちがいいか。でも9時10時も微妙な時間だもんね。それか朝早めてもいいけど、朝2枠何時ぐらい。もう朝早すぎてもあれだよね。6時8時とか、6時から6時半、6時半から7時、8時から8時半とか、それもあり。早さって朝5時見る人少なくない絶対。てかみんなめっちゃ早起きになるよ、つて星とか考えたら。
どうしよう。その30分とかに入れるかだよね。どうしようかな。朝スタークするんだったら6時半から7時とかで、8時から8時半で12時15分みたいな、午前中、あの昼まではそんな感じになるか。それかこのここの時間は一緒で、間に9時10時ぐらいあたりで30分の枠入れるかか、13時半から2時でも一口でくすか。21時か21時1分か21時30分22時2分か22時32分に入れる方がいい気がする。あ、確かに。あ、この間21時1分21時1分から31分、22時2分から22時32、確かにそっちの方がいい。どっちがいいんだろう。びっくりした、一緒に時間かと思ったもん。全然まだだった。15分お昼に入れるか。投票これさ、使ったらさ星投げれなくなんないっけ。これ違ったっけいける。もう投票するにしても、ちょっと待って候補が多すぎて、あ、やっぱ投げれなくなるよね。じゃあ使えないわ。どうしよう。夜か朝か昼か一枠追加するの。どっちがいいか。夜の方が、でも夜の方が人来るかな。朝昼はさ、平日だとやっぱさ来れない人が多いかと思う。なんかカウント、いやカウントのみじゃないはず。星1、2週くらいじゃなかったっけな、確か3週はできないけど。夜の方がいい？じゃあ夜に入れようかな。それなら夜9時台、10、20時台、21時台、22時台、23時台で。そうしようかな。あ、42分だ。とりあえずランキング読みますね。13位からランキング読みます。13位、アトーマークさん、ありがとうございます。
12プレアットマークミューディーさんありがとうございます。11トッシーさんありがとうございます。10位正宗さんありがとうございます。9位坊やさんありがとうございます。8位フードショーさんありがとうございます。7位イギータさんありがとうございます。6位イルカさんありがとうございます。5位ディノートさんありがとうございます。4位ラクラクさんありがとうございます。ん？間違えた、ごめん飛ばした、違う。4位カサさんありがとうございます、ごめん飛ばしちゃった。で3位がラクラクさんありがとうございます。2位マコリンさんありがとうございます。そして1位がヒューガナツアットマーク毎日毎日コツコツ強化推しさんありがとうございます。ありがとうございました。次は23時20分からです。コツコツあ、すごい、何これ、拍手すごい、初めて見た。あったのかな、気づいてなかっただけ私が忘れちゃってただけかな、すごっそうだ、いやとりあえず夜にしようかな、明日のスケジュール。22時1分、間違えた、21時1分から30分と22時2分から30分。とりあえずじゃあそれで、また何かあれば次の枠で、またそれがダメだったらじゃあそうしようかな。あと30秒だ、次は23時20分からです。朝と昼はとりあえずこの通りでってなりそうですね。朝1回目は7時からですね。じゃあそろそろ時間なので、また次の枠で。じゃあありがとうございました。また後で。またねー。